ホラズムシャーホラズムシャーカースメシャーイアン・フワーラズムシャーヒアーンは、アム・カワシモ流域ホラズムの地方政権として起こり、モンゴル帝国によって滅ぼされるまでに、中央アジアから、イラン港に至る広大な領域支配を達成した、イスラム王朝、1077年から1231年。ホラズム朝、フワーラズム朝、ホコラズム・朝とも呼ぶ。ペルシア語で、 ホラズムシャーという王号を持つ君主をいただいた自立、反自立のホラズム王国は、アラブ人の侵入以前からイスラム化の変動を経つつも、ホラズムの支配者として、攻防を繰り返してきたが、通例ホラズムシャー長と呼ばれるのは11世紀に、セルジューク朝から自立した政権を指す。ホラズムシャー長は、セルジューク長に仕えた、チュルク系のマムルーク、奴隷軍人、アヌシュテギーが、 1077年に、その30年ほど前までは、ガズナーサの領土であったホラズム地方の総督に命されたのを起源とする。アヌーシュテ議員の死後、その子、クトゥブッティーン・ムハンマドが1九9 7年頃に、セルジュ区長により、ホラズムの総督に任命され、ホラズムシャーを自称した。ムハンマドの死後、ホラズムシャーの位を世襲した後ズは、1三十五年頃に、 セルジューク朝から自立の構えを見せた。1138年ホラズムの南のホラーサーンを本拠地とするセルジューク朝のスルーン・サンジャルによって打ち破られ、再びセルジューク朝に屈服した。この時に、アトスズは、長子のアトログを捕殺されており、ロードと息子を失った恨みから、からタイ清涼を中央アジア呼び寄せたという節もある。1141年、 カトワーンの戦いで、サンジャルがカラキタイに敗れると、再び離反し、以後もサンジャルとの間で反抗と屈服を繰り返した。しかし、カラキタイの将軍、エルブズによって、ホラズム地方が破壊され、カラキタイに効能を制約した。1157年、サンジャルの死をもって、ホラーサーンのセルジューク朝政権が解体すると、ホラズムシャーは再び自立を果たすが、今度は、 セルジューク朝に代わって、中央アジアに勢力を広げたカラキタイへと時に、服属せねばならなかった。1172年より、ホラズムシャーのスルターンシャーと、そのイボニー・アラー・ウッティーン敵手の間で大い争いが起こり、弟に対抗して西部に自立した敵手は初めて、スルターンを称した。争いは長期化するが、1189年に敵手が、スルターンシャーと講和して、 王位を認められ、1193年のスルターンシャーの死によって、ホラズムシャー朝の最終的な再統合を果たす。敵主の治世に、ホラズムシャー朝はイランへの拡大を開始する。1194年には、アゼルバイジャンのアタベク政権の要請に応じて、中央イランの例で、イラクセルジューク朝のツグリル2世を破って、セルジューク朝を滅ぼし、西イランまでその半島に収めた。 1197年、敵手はアッパース長のカリフから正式にイラクとホラーサーンを支配するスルターンとして承認され、ダイセルジューク朝の後継者として自他共に認められることとなった。もともとホラズムシャーはマムルークの出身で部族的つながりを持たないものの王朝の軍事力はホラズム周辺のトゥルク系遊牧民に大きく依存しており、敵手の派遣には アラルカイ北方のトゥルク系遊牧民やキプチャクの力が大きな役割を果たした。敵種の妻の一人であるテルケンハトゥンはカンクリの出身であり、彼女の生んだ王子、ムハンマド、アラーウッディーンが1200年に敵種の後を継いで第7代スルターンに即位する。敵種の子、アラーウッディーンムハンマドの知性に、ホラズム社長は最盛期を迎えた。 アラーウッディーンはホラーサーンに侵入したゴールアサを撃退した上逆にゴールアサのホラーサーンにおける拠点都市ヘラートを奪ったカラキタイの総主権下でかろうじて存続していた西カラハンアサは侵入と引き換えにアラーウッディーンにカラキタイへの反抗を要請し1208年1209年にカラキタイを攻撃したアラーウッディーンはカラキタイに敗れてホラズム内に 彼が戦死した噂まで流れるが、1210年には、西から半朝に加えて、内満部と、面してスイル川を渡り、北伊人を破った。同1210年、もしくは1212年に、ホラズムへの侵入を拒絶した西から半朝を完全に、滅ぼしてアム川とスイル川の間に広がる、マーワラアンナフル勢力下に置き、首都をサマルカンドに移した。さらには、 シハラー・ブッディーンの死後急速に分裂し始めたゴール・アサを打ち破って現在のアフガニスタン中央部までほとんどを征服1215年にゴール・アサを滅ぼした。アラー・ウッディーンはゴール・アサのホラズム侵入をアッパース朝の戦導によるものと考えバグダードの領有とカリフの地位を望んだ。アッパース朝が招集したファールスやアゼルバイジャンのアタベク政権を破り 1217年には、イラクに遠征して、アッバース町に圧迫を加えて、イランのほとんど全域を屈服させるに至り、ホラズムシャー町の勢力は、中央アジアから西アジアまで広がる大帝国へと発展した。しかし、ホラズムシャー町の没落も、また、アラー・ウッディーンの時代に劇的に進むこととなった。ホラズムシャー町が最大半島を達成したのと同じ頃、 モンゴル帝国がカラーキタイの政権を奪った内満部のルクを滅ぼし、ホラズム社長と中央アジアで境を接するようになっていた。アラーウッディーンはモンゴル帝国のチンギスハーンとヨシミを通じていたが、1216年にスイルカワ川ハンのオトラルで、ホラズム社長のオトラル総督になる軸がいるが、モンゴルの派遣した商業施設が、 中央アジア侵攻のための密閉であると疑い、一行四百人を殺害して、その放置する商品を奪う事件が起こった。モンゴルからイナルチュクの引き渡しを要求する死者が到着するが、アラーアウッディーンは、テルケンハトゥーンの親族であるイナルチュクの引き渡しを拒み、死者を殺害あるいは侮辱した。おそらくかねてから中央アジア侵攻の機会を伺っていたモンゴル帝国のチンギスハーンは、 この事件を機にホラズムシャーへの復讐を決し、1219年に、ハン自ら率いるモンゴル軍の大きな侵攻を開始した。アラーウッディーンは、カンクリ族を含む遊牧民諸部族の寄り合いだったため、モンゴルの侵攻に対しては、内紛と反抗の危険性に脅かされていた。これにより、モンゴルの侵攻に対して、寝返りの危険がある野戦で迎撃する作戦を取ることができず、 兵力を分散して、サマルカンド、ブハラなど中央アジアの各都市での牢情戦を行った。その結果、各都市は綿密に進行計画を準備してきた、モンゴル側の格好撃破にあって、次々に落上、破壊され、ホラズム社長は防衛戦をほとんど支えられない、ママ短期間で事実上崩壊した。アラーウッディーン・ムハンマドは、イラン方面に逃れ、 逃亡先のカスピ海上の小島で死亡した。モンゴル軍の侵攻に最しかろうじて抵抗を続けることができたのはアラーウッティーンの子ジャラアルティーンであった。ジャラアルティーンはアフガニスタン方面でモンゴルと戦いながら第二南へと交代し、一時はインダス川を渡ってインドに入った。ジャラールティーンはインドの奴隷王朝に支援を求めるが拒絶され、 奴隷王朝とインドの領主たちはジャラール・ティーンを放するために同盟した。ジャラール・ティーンはイランに戻って各地を転戦、エスファハーンで独立した弟、ギアースティーンを破る。イラクを経てアゼルバイジャンに入り、1225年に当地のアタベク政権にイルデニズ・アサを滅ぼしてタブリーズに入場した。ジャラール・ティーンはアゼルバイジャンを根拠にグルジア王国を攻撃して、 南カフカスから東アナトリアに勢力を広げるが、1227年にギアースティーンの裏切りによってモンゴル軍との海戦に入れる。ジャラールティーンはギアースティーンを再び破り、イラクに進出した。アナトリア中央部を支配するルームセル十区長と婚姻関係を結ぼうと試みたが、東部アナトリアの領土をめぐって交渉は決裂した。1230年。 ジャラ・アル・ティーンは、東部アナトリアのエルズ・インジャン近郊で、ルームセルジューク長とダマスカスを支配するアイユーブ長の地方圏の連合軍に敗れ、その兵力の半数を失った。1231年、チンギスの死後に後を継いだオゴデイ・ハームは、イラン方面に将軍、チョルマ軍を指揮官とする討伐隊を派遣する。最小シャラフアルイコールムルクをはじめとする配下と、 モンゴル軍の到来を知ったアゼルバイジャンの住民はジャラールティーンに反旗を翻した。モンゴル軍の攻撃を受けたジャラールティーンは東部アナトリアのアーミド、現在のディアルバク近郊の山中に逃亡するが、怨恨を抱く現地のクルド人によって殺害される。ジャラールティーンの死によりホラズムシャー長は滅びた。ホラズムシャー長の統治下でホラズム地方は中央アジアにおける ペルシア文学とアラビア語による学術研究の中心地となった。アフマド・ヤサビー、スライマーン・バキルガニーらはイスラームの布教のため、ホラズムシャー朝の民衆に向けた文学作品を残した。ジャラール・ティーンの時代には彼にトルコ語の文典が捧げられた。アクトゥブッティーン・ムハンマドの知性にペルシア語による医学書、ホラズムシャーの貯蔵庫が宮廷に検定された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。